日本語名自由シーカー、英語名リバティシーカーです。これ、はい、ミヤバラじゃなくてミヤバラですね。ミコバラ、はい、これはですね、名詞、公女の子として生まれること丸、またその子丸、ミコバラ、出典源氏物語母木義ミヤバラの中将は、これ、コミックの朝木弓道にも出てきた、あの光源氏の親友、 いとこであり親友の、まあ、遠野中将のことを言ってるんでしょうね。でこれだ、どなたのことか分かりますか？あの旧ラブ&フリーダムさん、現、婚活系 YouTuber の日常様のことでございますよ。あの、まあ、ちょっと文字通りにはちょっと受け取らないでくださいよ。あのまあ何でしょう、まあ、ちょっと こういうことを私思ったんですよ。あの、まあ、ラブ&フリーダム様は、あの、いや私の予想をはるかに上回る、まあそのお母様がですね、旧帝大ってちょっとすごいですね。あの旧帝大って旧国立大学のことですかね。でそうなると首都圏だと東大とか一橋大学ってことなんですかね。いやすごいですね。じゃあ、あの数学とか理科とかそういうのもできるんですね。すごい。あのもう私みたいな私立文系のバカにと比べたら、いやあの本当すごいなって思いやすよ。あのいやあの母方に優秀な血が流れてるって、あの、まあ、そういう方は受験とか有利だと思うんですよね。あの私も知ってる人でですね、あのお母様があの高等学校の数学の先生っていう、そういう人がいるんですよ。だけど、まあ、その方は、まあ、独身なんですけれどもね、まあ、あの、まあ、女の人ですよ、日本の。そういう人とかいるんで、で、あのこの宮原、あの、まあ、なぜ珍しいかというと、まあ、あの内親王って独身の人が多かったっていう、そういう時代があったと思うんですよね。あの、まあ、私学習漫画とか里中真知子の天井の虹とか、そういうのが大好きで、あの読むんですけども、そういう、姫巫女が内親王って言われるようになったのが、あの聖武天皇の、聖武天皇の姫巫女だった、なんとか後見天皇でした。昭憲天皇は2回女帝になった人、あの方のあたりから、まあ、内親王と呼ばれるようになったと。 その後のことはっていうか、まあ、その平安時代の頃はどうなんですかね。まあ、内親王の方で結婚してる人、まあ、いたかもしれませんけども、まあ、その天皇の皇女が、まあ、結婚しなくなった時代とかあったと思うんですよね、結構長く。っていうのは、あの、まあ、プリンセスとかだと、あの、まあ、そういうプリンスとプリンセスの組み合わせで結婚するか、または天皇と結婚する。でそういう風にしてると、あの半分兄弟とかいとことかおじとかめいとか、なんか そういう風になると、まあ、健康上よろしくないっていうのが経験則で分かってきたんですかね。まあ、古代の話で言うと、あそうだ、でこの宮原で生まれた方は、まあ、どうも悩みの多い人生を送ってる人は多いんじゃないかなって思うんですよ。私が思いつく限りではですね、あの推古天皇の、巫女 あの武田の王子さんって人、その人とか、そう、あんまり、あの、あ、聖徳太子の漫画に出てきたんですけどもね、まあ親のプレッシャーとかも、まあ、そういうのが、まあ、大変だったと。であとはですね、あの、まあ、私のヒロインの、ですね、持統天皇の息子の日下部の王子も、まあ、かなり、まあ、プレッシャーがあって、まあ、悩みの多い人生だったと。であと長屋を、なんか
今はイトーヨーカドーになってるっていう、なんか屋敷の跡が、まあ、イトーヨーカドーも今ではちょっとどうなってるかわかんないですけど、イオンになってるかもしれない、知れないんで。でその方は、お母様がみなべの姫巫女ってことで、でまああの血筋がいいよ、血筋が良くて才能もあったことから、まあ、藤原あ団子さん団子四兄弟、あの藤原四兄弟から、まあ、目をつけられてって、そういう経緯があったのと、あと私が思いつくので、有原の成平、あの方のお母様もプリンセスなんですね。まあ、悩みの多い人生を送ったというね。あとは思いつくのは、あであのそうですね、遠野中将、あの光源氏 の, あのいとこであり、あの親友でライバルでっていう、でこの人の、まあ、妹でいいんですよね、その葵の上って。でその人が、まあ、かなり気ぐらいの高い人女性だったって、まあ、でも それはまあ仕方がない、彼女は巫女薔薇であると、まあ、お母様が大宮っていう、あの桐壺邸の妹っていう、そういうあの間柄ってことで、まあ、あの日本中見渡してみても、まあ、その葵の上が、まあ、独身の女性っていうか年頃の女性の中で多分一番、身分の高い女性だったんじゃないですかね。あでもあれ藤壺の宮、あの方が第四皇女ってことは、じゃあ上の3人はどうなのってことにもなるんですけれどもね。まあまあいいや。であと巫女薔薇の方で悩み多い人生を送った方は、長屋王と、あとはですね、それ言ったと、あで天武天皇の妻が4人プリンセスだったと。であのその天上の虹にも出てきた太田の姫巫女、書生の大久の姫巫女と大津の巫女で、まあ、2人とも、まああのまあ、最後はかわいそうだったと。大久の巫女は、まあ血筋があまりにも良かったから、伊勢神宮でしたっけ、まあ、それの祭宮になって、まあ、一生独身として。で、大津の巫女は、まあ、あの軽視したと、まあ、それも悩みの多い人生っていうことですよね。であとは巫女薔薇の人で悩みの多いって、ああのあえっ、ー、とおあれちょっとだあ光文天皇のが若い頃っていうか名前伊賀の巫女がニックネームで、あれ何だったっけな、あれ竹地の巫女が僕は私は誰々になりたくありませんって言ってたの、あれ名前が出てこない、あ当地の姫巫女の夫の人ですよ、あれなんで名前が出てこないんだろう、あの伊賀の夜叉子のイラツメの息子、あの光文天皇、名前が出てこない、なんかなんか人心の乱の前に、丸々の笛で俺を踊らせるのかって、天武天皇が天皇になる前になんかそんなこと言ってた、忘れ、あでですね、その当地の姫巫女が産んだなんとか、ってことはぬかたの大きみの孫にあたる人ですね。でその人が、まあ、自分がその、まあ、天智天皇と天武天皇両方の血を引くからこうですね、まあ、目をつけられるんじゃないかっていう、そういう心配があったんですかね。それでなんか皇位継承のなんちゃらかんちゃらで、まあなんだ聖武天皇の前の、あ聖武天皇のお父様が文武天皇でしたっけ、でそっちの方に皇位継承が渡るように、なんかみんなの前で
こうスピーチをしたっていう、そういうのがありましたね。まあ、そういうあの、まあ、ラブ&フリーダム様はやっぱりあの洞察力とかそういう頭の良さってやっぱりあの、まあ、お母様がね、まあ、優秀な家系の 方だなんだなとか思って、いやちょっとすごいなって思いましたね。であとあのぼっち系大学生 の、まあ、クズ人間さん、あの関東学院大学を中退なさったあの方もあの母方になんかあの父方よりも母方の方が優秀なんですよね。であの私珍しい珍しいって言ってるのはですね、女性は普通あの上昇婚って言いまして、まあ、あの自分よりも背の高い男性、自分よりもあの学歴とか経歴の上の男の人と、まあ、結婚するのが普通っていうか、まあ、そういうことをまあ狙ってしまうっていうのも、まあ、ありますよね。でそれをあのカタカナっていうか英語ではあのハイパーガミーって言うんですよ。であの、まあ、男性はポリガミー、女性はハイパーガミーとかって言うんですよね。まあ、でそれなんでその宮原っていうのはちょっと珍しいなっていうふうに思うんですよね。その、まあ、その内親王の上に来る人って天皇ぐらいしかいないじゃないですか、まあ、ぐらいしかっていうか、まあので、まあ、だけどそういう、まあ、血族結婚が続きまくると、まあ健康上良くないっていう、そういうことで多分それでその内親王が独身でいるっていう、そういう、まあ、慣例みたいなのは、そういうあのまあそういう、まあ、一生独身だった人が、まあ、多い、うん、増えた理由じゃないかなみたいにも思うんですけれどもね。まあそれかあのまあ、争いのもとっていうか、まあ、その旦那さんになった人がえばり出したりとか、そういうことを心配したんですかね。まあ、あのということでね、あのラブ&フリーダムさんは宮原であると、まあ、巫女原であるという、あの、まあ、私のもう予想を上回るというかね、まあ、あのお父様お母様同じ大学なのかなみたいにちょっと思ってたんですよ。だけれどもね、まあ旧帝大首都圏の場合、ちょっと、まあ、東大とか一橋ぐらいしかちょっと私思い浮かばないんですけれど、でですね、国立大学、うん、まあそうですね、ちょっとその2つしかちょっと思い浮かばない。あでこれまた私若い時っていうか約30年ぐらい前にちょっと聞いた話なんですけども、あの東大女子と付き合う、その東大同士じゃなくて、とあの東大同士で付き合ってないカップル で女性が東大の場合、まあ、彼氏になる人の、まあ、人数が一番多いの、なんかこう明治大学の人が多いとかって聞いたような、うん、聞いたような気もするんですけど、まあでもそういう大学のトレンドってどんどん変わってきますしね。まああの、まあ、あとはあの、まあ、女性が東大、あ女性じゃない、あの、まあ、東大と聞いてビビらない大学はあの慶応大学だけだとか、なんかそんな話も聞いたことあるし、まあラブフリ様の場合はお父様 が上智大学でお母様が旧帝大っていうことで、いやそのあの美しい血筋と優秀な血筋をあの用いて、まああのまたしてもね、あのまあ、まあ国を押し上げるようなそういう人材をあのボコボコ生んであの作ってほしいっていうふうにちょっと思ってしまいましたね。あのちょっとね、まあ私反出生主義にっていう言葉は最近聞いたことありますよ、興味ありますよとか言っておきながらね、そのラブフリさんが優秀な家系の方だと知った途端、なんかちょっとちょっと嬉しいっていうか、色めき立ってしまいました。はい、ということです。ありがとうございました。